はいどうも、ザワと申します。リップモンスター体験版続きの方、やっていくんだけど、さあ今回も、まあ、ツミ君のファーストキス奪ったのは誰だっていう、回の続きですね。で、まあ、前回もう7、8割変態だったけど、ま、一応聞き込みを行ってね。で、まあ、有力な情報もちょこちょこあったんだけど、まあ、決定的かと言われるとそうでもないみたいな、ところだったんですけど、まあその情報をもとに今回まあどうなっていくんでしょうかね。じゃあ見ていきましょうか。よし、いよいよだな。犯人はあいつだと思うんだが。誰だろう。そんなにもうはっきりしてる？選択肢くんの？誰だろう。まあ一応ね、前回のチャートこうざーっと見直して、一応、火花さん怪しいなっていうのはあるよね。まつりさんはそもそも、まあ、まあ、全員アリバイないんだけど、まつりさんはそもそも、香水の話しかなかったし、ルナさんはなんか食堂に、なんか、主人公が、来る直前に来たみたいな、話で。で、キリさんはなんかちょっと走ってたっていう感じなんだけど、火花さんに関しては、なんか隠れてて行動に。で、しかも、息切らしてたから、もう火花さんでしょ、みたいな。これ正解とかあんのかな？まあ、行ってみるか。火花さんでしょ。火花になんか用？うん。こう見えて結構忙しいんだけど。かわいいよね、火花さん。忙しいとこ悪いな。でも大事な話なんだ。大事な。うん。もしかして今度こそ火花に告白？俺にキスした？で、話の続きなんだが。なんで告白じゃないのよ！かわいい。もう告白すりゃいいのに。相変わらず感情ジェットコースターだな。期待させた罪が悪いの。期待してたの？何？キスした話の続き？火花には関係ないと思うんだけど。残念だが関係ある。俺のファーストキスを奪った犯人、それは火花。お前だ！火花が勝つのは確定事項なの。何これ？スミ、バーサス、火花。Guilty or not guilty? はい。何これ？火花が罪のファーストキスを？かっこよ。何それ、ウケる。主人公かっこよ。もう十分イケメンじゃん。なんならカイ君よりさ、こっちのこういう顔の方が好きな女子もいそうなぐらいだよな。っていうか、それって罪の願望なんじゃない？火花とキスしたい的な。正直に言ったら罪の願望を叶えてあげてもいいけど。おお、マジで現金だな。って違う違う、欲望に従うな。まず火花に確認しておきたいことがある。それはなになになにこれ、なんでいきなり3サイズ聞くんだよ。あ、ロビーでの発言ね。そうだよね。ちょっと待って、これ全部回収したいんだけど。ダメ、これ全部回収するの。全部回収したいんだけど、戻るのだるそうだよな、これさ。戻れないのかな。ちょっとやってみるか。いきます。スリーサイズ、上から68、54、78だよ。ほっそ。なるほど、これはこれでありの選択肢。もうそんなに火花のスリーサイズ気になってたの？言ってくれればもっと早く教えたのに。って誰が貧乳だ。誰も言ってない。やっぱ選択肢ミスった。負けを認め、ま、認めるわけねえだろ。睡眠時間しょうもな。いや、パンツの色味変態じゃねえかよ、これ。行くか。今日のパンツの色だ。パンツの色？今日は赤と黒の小悪魔っぽいやつだ。いや、答えてくれんのかい。ドエロい下着ですね。この選択肢を選んで後悔はない。うん、そりゃそう。だが目的はファーストキスを奪った犯人を探すこと。ということは、選択肢ミスったー。何これ。
でもちゃんと戻れんのいいねこれ。じゃあ睡眠時間、睡眠時間だ。普通に8時間だけど。え、罪は？めっちゃ健康的。俺も8時間。選択肢ミスター。もうキスと関係ないもんなこれな。はい、ということで、まあこれですね。ロビーで会った時の発言だ。ロビー？ヒバナは何か言ったっけ？お、来た。なんで俺が猫耳にキスされたって知ってたんだ。今ゲーって言ったよな。気のせいだし、ヒバナ全然余裕だし。おお。寝てる時にキスされるって少女漫画の定番だし、罪もそうかなって思っただけ。でもそれだけでヒバナを犯人扱いするなんてひどいな。まあ確かにな。ヒバナピエンだよ。ピエン超えてパオンだよ。パオン。パオンか。ピエンとかパオンとかちょっと懐かしいな。じゃあ逆に聞くけど、それ以外の証拠って何かあるわけ？火花が犯人って証拠。やっぱ決定的な証拠がないとダメだよね。いやでも決定的な証拠ないんだよな。わかった、それなら見せてやる。お、あんのか。はぁ、そんなのあるわけないし。おっと、だってちょっとキスしただけで起きる前にすぐ逃げたし。自白したやん。あ、勝ったやん。もうこれ心の声ダダ漏れなんだけど。まあその発言も十分証拠になるんだが、まずは俺の証拠だ。火花は俺がどこでキスされたと思う？そう、寝てる時にキスされたってことは寝れる場所になるよね。そうなると教室か図書室、あとは学食とか。ああ、図書室は誰も来なかったって話なんだよな。学食、まあでも学食は人いたんだもんな。なら次の質問だ。俺とロビーで会う前、火花はどこにいた？どこだったかな。確か図書室だったよね。あー、ボロが出たな。下手な嘘はつくもんじゃないぞ。本当はここにいたはずだ。ん？ん？ロビーで会う前、火花はどこにいた？教室だよな。何これ、これいらないじゃんこれ。教室。火花が本当にいた場所、それは教室だ。あ、このシャキーンのカットインが入ったらこれ正解なのかな。さっき図書室って言ったでしょ。火花教室になんかいないもん。それがなんですよ。俺がキスされた時間、図書室には先生しかいなかった。それは先生から直接教えてもらった紛れもない事実。他にも火花が教室の机の下に隠れてたって証言も聞いている。もしそんなの嘘だって言うなら、証言してくれた先生たちをここに呼んでもいいぞ。それはもうガチなんだよな。ガチすぎる。もう言い訳できないだろ、犯行を認めるんだ。そんなかわいい。火花がキスしたのバレた、バレちゃった。もういいじゃん、火花さんにキスされて。もう付き合えよ。完全犯罪だったのに。絶対バレないと思ったのに。心の声ダダ漏れだったじゃん。そうだよね、もう問い詰める前からダダ漏れだったね。ちょっと待った。おお、体験版はここまでなんだ。かわいいかわいい火花に会いたかったら発売日まで待てるよね。なるほど、そういうね。で終わりと。これさ、他のヒロインもあんのかな。はい、ということでちょっと気になったんで、他のヒロインの選択肢もね、見ていこうかなと思います。まあ、火花さんはね、ちょっと情報結構、しっかりしてたから、最初に言っちゃったんだけど、まあ、ちょっと他の人はね、まあ、なんか別に、多分違うんだろうな、とかって思いながら。まあ、ちょっとね、証拠が少なすぎるんでね、まあ、ちょっと情報が。まあまあ、とりあえずでも、言ってみようかなと思います。じゃあ、まず、キリさんから。何よ、急に呼び出したりなんかして。俺にキスしたかって話しただろ。
それ私を呼んだ理由と関係あるわけ？ああ、関係ある。俺のファーストキスを奪った犯人、それはキリ、お前だ。敗北の味知りたいみたい、ね、またこれか。スミバーサスキリギルティオアノットギルティ、うん、はい、何なんだこれギルティオアノットギルティ、私が犯人、何言ってんの。絶対負ける流れじゃないこれ、大丈夫かな。勝手に犯人扱いされて迷惑なんだけど。というかそこまで言うなら証拠くらい持ってるんでしょうね。証拠ならある。あるのかマジで。が、その前に確認したいことがあるんだ。何？俺がキスされた後、キリにそのこと話しに行ったよな。それが？その時キリは外にいた。だからそれが？じゃあその前はどこにいたんだ？俺と会う前。ずっと外にいたけど、それが何？ずっと外にいた？おお、外？それは嘘だな。本当はここにいたんだ！おお、ちゃんとね、まあ、学食に行ってたらしいんだよね。まあ、これしかでも情報ないんだよな、現状。キリ、お前は外なんかにいない。まあ、でも嘘ついたってことだよな。本当は学食にいたんじゃないのか。は？学食？なんで私が。お前のことを学食で見たって証言があるんだ。しかもなぜか息を切らして学食に入ってきたっていうな。もし違うっていうなら、その証言してくれた会を呼んでもいいぞ。何よそれくらい。まあでもそれぐらいしか情報ないけど。はあ、はいはい、学食にいたけど、それが何。うん、喉渇いてたからジュース買ってたの。じゃあなんでずっと外にいたなんて言ったんだ。忘れてたのよ。おお、あんただって何時に自分がどこにいたなんて全部覚えてないでしょ。なら息を切らして学食に入ってきた理由は。それはその、まあ怪しいね。でも怪しい止まりでもあるよ。ランニングよ、最近運動不足だから少し走ったの。そうなんだ、校舎内で。つみくん、つみくんいいね、校舎内で。そう、食い気味な感じの。どこで走ろうと私の勝手でしょ。いや、校舎内で走るのやめとけよ。廊下は走るなよ。とにかく学食に行ったのは忘れてただけ。まあでもこれぐらいしかないよな。それに私が学食にいたからって犯人だって証拠にはならないんじゃない。キスされたっていう教室から学食まで走ればすぐの距離。うん、もし私が犯人だとして、罪にキスして学食まで逃げ込むことは可能。でもそれって私以外でもできるわけでしょ。まあもっと決定的な証拠でもあれば認めてあげてもいいけど。ちょっと待て、今のキリの発言おかしくなかったか。なんかボロ出していく感じなのねこれ。あー、教室から学食まで走ればすぐの距離。あー、なるほどね。おー、なんで犯人しか知らない情報をキリが知っているんだ。確かにね、俺がおかしいと感じた発言、それは、まあ教室から学食まで走ればすぐの距離。うん、私以外でもできる。ここまあこれだよな。その発言のどこがおかしいのよ。私にも分かるように説明してほしいんだけど。それは、ああ、待って、違った？何もおかしくありません。あれ違うんだ。でしょ？わかればいいのよ。なんだ、じゃあ。これに懲りたら、しっかり調査し直すことね。選択肢ミスったー！マジか。選択肢ミスったか。キスして学食まで逃げ込むことは可能。これか？キリ。なんで俺がキスされた教室と学食が近いって知ってるんだ。あー、なるほどね。あー、でも同じじゃね。まあまあまあ、でもまあそうか、まあこれか。それは、うん、確かに外で会った時に聞いたのは俺にキスしたかどうか。教室でキスされたなんて一言も言ってないぞ。しかも犯行現場の教室と学食が近いってことは犯人しか知らない情報だ。これって
キリの言う決定的な証拠になるんじゃないのか。かわいい。墓穴を掘ったな、キリ。なるほどね。あ、こういう感じ崩していくのね。あー、ハッタリをかけながら、じゃあ、ハッタリというか、まあ、なんていうの、釜をかけながら。さっきの発言がなかったら、ここまで追い詰められなかった。それともまだ自分が犯人じゃないっていうのか？って、危ない危ない。今のギリセーフよね。おう。体験版っていうの？うん。遊べるのはここまで。続きが気になるなら、発売日まで楽しみにしとくことね。ということらしいです。ということで次のヒロイン行きましょう。はい、ということで3人目見ていきましょう。今回まつりさんですね。いやでもさ、まつりさん証拠少なすぎんだよな。なんかキリさん、火花さん以上にないからな。まあ多分キリさんみたいな感じになるんだろうけど、ちょっとこう聞き込みながら、ここおかしいんじゃないか、矛盾点みたいな。うん。まあどうなっていくのか、じゃあ見ていきましょう。いや手強いだろうな、まつりさん。どうなんだろう。二人っきりなんてドキドキしちゃうわね。それでどうしたの？うん、教室になんか呼び出して。いやーちょっとここになんか谷間に顔をうずめたいなと思いまして。嘘です。廊下で話したキスの話覚えてるだろ？ああ、うん、もちろん覚えてるわよ。その話の続きを祭りに聞かせてもらおうと思ってな。ああ、聞かせてもらおうってことね。まずもう今日の講義は終わってるし、ゆっくり話せるだろ。続きって何も話せることないと思うけどな。大丈夫だ。祭りは俺の質問に答えてくれるだけでいい。まあそれならいいけど、濡らしてあげる。あいぐ涙で。スミバーサス祭り。ギルティーはノットギルティー。はい。なんやねこれ。でも罪のファーストキスを奪うなんて悪い女の子もいるのね。ねえ、動機は何だろう。やっぱり罪のことが好きってことかな。そう考えると悪い子じゃないかもね、その女の子。おお。何か事情があってキスしちゃったんじゃないかなって私は思うな。事情があってキスした、まあ、だとしてもやばいけどね。事情なんだその事情はっていう。ちょっと待て、今の発言の中でおかしい部分がある。俺ちゃんと見てなかったわ。あ、悪い女の子もいる。そう考えると悪い子じゃないのかもね。何か事情があってキスした。ん、なんだろう。悪い女の子、女の子は確定ってことだよな。じゃあなんで女の子だって知ってるんだってこと。それは女の子だよね。まあまあまあ、ここら辺はあれだけどね。その発言のどこがおかしいの？ああ、違うんだ。変なこと言ったつもりないんだけどな。違うか、この感じ。ちゃんとどこがおかしいのか、私がわかるように教えて。ああ、なんか、もうずっと間違えたいわ。ずっと間違えたい。耳元で囁かれる祭りのウィスパーボイス、いいなー。ドキドキしちゃう。あ、これ間違ってるわ。確かにどこもおかしくないな。うん、おかしくない。いや男子の可能性もあるだろう。でしょ、証拠もないのに私を疑うのは感心しないな。まあな。すいませんでした。よしよし、ちゃんと謝れる罪はいい子だね。なんだろう、こういうところ結構苦手だな。選択肢ミスったなこれ。マジか。ファーストキスを奪う、罪のことが好き、事情があった。あ、ファーストキスはなぜ知ってんのかって言ったこと。まあ確かにそれもあるかなあ祭り。あ、この感じ来たか。なんでファーストキスを奪われたって知ってるんだ。俺はキスされたとしか言ってないぞ。ああ、なるほど、そこか。キスって言っても唇以外に頬とかおでことかもあるよな。確かに。あ、そうだな、確かに。なんで唇だってしてんだと。それは ほらキスって聞いたら普通唇って思うでしょ。
だから罪も唇にされたんだろうなって勝手にイメージしちゃって、それよりも急に熱くなってきちゃったの俺もいろいろと熱くなってきちゃった。あ、そうだ、ねえ、これからカフェでも行かない？今日は私がご馳走しちゃう。まつりさん、もう逃げられないんですよ。カフェくらいでごまかされないぞ。そっか、残念。今なら私とカップルドリンク飲めるのに。まつりさんのドリンクしか飲みたくないな。まつりさん、もうやめよう。すぐに行こういや、やっぱ現金なんだよ、夏美くん。今すぐ行こうって惑わされるな。行かないの？残念。まあ行きたいよな。あれ？でもよく考えたら、罪が言ったことって決定的な証拠とは呼べないよね。まあね、決定的な証拠なんてあんまないけどな。それで私を犯人だって決めつけるんだ。お姉さん悲しいな。同い年だからお姉さんじゃないだろ。あ、同い年なのあ、そうだったっけ、なんか言ってたっけそんなこと。でも祭りがそう言うなら決定的な証拠ってやつを出してやる。本当にあるの？あるの？ああ、もちろん。それにはまずさっきの質問の続きだ。俺は犯人にキスされたわけだが、どのタイミングでキスされたと思う？普通だったらキスされる前に気づくと思うし、寝てる時にされたとか。そう、講義中にうたた寝しちまったタイミングでキスされたんだ。なかなか大胆なことするね、その犯人。ねえ、ああ、俺もされた時は驚いたよ。でも俺がいきなり起きたもんだから犯人は慌てて逃げていったんだ。その時犯人はある証拠を残していた。それは、おお、パンツやばパンツま、まあ、パンツいくか。パンツだ。え、パンツ？うん。パンツを残して逃げる犯人って罪はどこでキスされたの？その通りです教室です。教室じゃ普通パンツは脱がないよね。そりゃそうだ。それとも何かエッチなことでもしてたのかな。いや、いいな、まつりさんとエッチなことしたいな。選択肢ミスター。いや、なんかいいな、なんかミスり続けたいわ、もうミスり続けてなんかこのウィスパーボイスを食らいたいわ。髪の毛って何これ。まあ、これなんだろうけどこれはこうなんだろうけど、他なんか面白そうなのないしな。もう行くか。香水の香りだ。香水？うん、あ、これ鎌かけに行く気だな。あの香水のくだりなかったんだよな、あのキスされた時。雫から祭りはいつも同じ香水をつけてるって聞いた。そこで気づいたんだ、犯人が逃げていった時に香った同じ匂いだって。しかもその香水は個人店の限定品で持っている人は少ない。雫の話だと大学でも祭りか雫しか持ってないらしい。 だったら私じゃなくて雫が犯人って可能性も。いや、それはないんだよな。雫は俺がキスされた時バンドメンバーと学食にいた。アリバイがある。そろそろいいんじゃないか。祭りだってこれ以上言い逃れできないって自分が一番分かってるんだろう。祭り、お前が犯人なんだな。そこまで調べてたんだね。これはお姉さん困った困った。まつりさん、ぜひ付き合いませんか？ってことは自分が犯人だって認めるんだな。じゃあ付き合おう。それはその、なぜ付き合わない。はい、ストップダメか。体験版はここまで。続きは発売日までのお楽しみ。おい、好きです、付き合ってくださいだろう。あー、最高だ。はい、ということでまつりさんにとろかされた後は、じゃあ最後はまあおやつで飯をいっぱい食うルナさん行こうかなと思います。まつりさんの問い詰め方面白かったな。じゃあ行きましょう。来たよ、つみ。
何かあった？ああ、あった。ルナに来てもらったのも、それについてなんだ。それ？どれ？ルナが学食で飯食ってる時に、誰かにキスされたって話したのを覚えてるか？うん、覚えてる。あの時は、ゆっくり話せなかったからな。その話の続きだ。私が勝つ。残念だけど。うん。スミ VS ルナ、ギルティオアノットギルティ、ファイト。何だこれ。私が話せることないと思う。無駄なこの、あれ覚えちゃったよ。いや、それがあるんだ。学食で話をした時、ルナは俺がどこでキスされたのか分かってたよな。うん、確かに。どこだっけ。なら、思い出させてやる。ここだ。ん？ルナは俺がどこでキスされたのか分かってたよな。だから教室だよな。うん。ルナは俺が教室でキスされたって知ってたな。しかも、俺がまだキスされたとしか言ってないタイミングで。そうなんだよね。なんで知ってたんだ。この時点で結構怪しいよね。もう最初の時点でね。おい、ルナ。なんで俺から目をそらす。目にゴミが入った。なら、俺が取ってやる。かっこよ。無駄にかっこよ。別にそれいらないけど。見つめ合うことになるけどいいの？スミはドキドキしないの？見つめたい。私は、その、ドキドキする。悪いな、ルナ。俺の方が、ドキドキする。うん、当たり前だ。で、話をそらすんじゃない。いや、もう食らってんのよ、お前は。ちゃんと一回は。俺はなんで教室でキスされたことを知ってたか聞きたいんだ。それは、その。その？他の人から聞いたの。スミが教室でキスされてるって。おー、じゃあ誰だろうな。だから私も知ってた。私は犯人じゃない。それに私は学食でおやつ食べてた。スミだって知ってる。スミがキスされた時も学食にいた。あ、私のアリバイは完璧。それはね、おばちゃんがね、崩してんだよね。なるほど。あくまでごまかすんだな。なら、ごまかしきれない決定的な証拠ってやつを教えてやる。そんなのあるわけない。あるわけないもん。ブラフだと思ってるなら甘いぞ。さっきルナは自分が犯人だってことを証言した。これがその証言だ。うん。他の人から聞いた。私は犯人じゃない。学食でおやつを食べていた。アリバイは完璧。まあ、アリバイですね。まあまあ、ここら辺聞いても、まあ、またなんかめんどくさいだろうから、もうこれいっか。さっきアリバイは完璧って言ったよな。つまり俺がキスされた犯行時刻、ルナは学食にいたってことになる。そうそう。私は学食でおやつ食べてた。でも、そのアリバイおかしいんだ。学食のおばちゃんに聞いたら、ルナが学食に来たのは俺が来る少し前。それまでにルナは見てないって言うんだ。ちゃんが気づいてなかっただけで。学食のシステムは、発見機で食べたいメニューを選んで食券をおばちゃんに渡す。なら、どうやってルナは飯を買ったんだ。それはいいね、問い詰め方。罪に意地悪された。この前プリンあげたのに。あー、なんでプリンもらってんだよお前。しかもこんな食べ物大好きで、なんかおやつもいっぱいなんか食べて、そんな人がプリンあげるってお前相当だぞお前。分かってんのか。おい、お前マジか。そんな最強イベントお前スルーしてきたのか。お、ありがとうなみたいな。ごちそうさまでしたじゃねえよ。何やってんだお前。でもこれでルナが犯人だってことが確定した。そろそろ認めてくれないか。うん、もう隠す必要ないもんね。あら、かわいい。残念。お楽しみの時間はもう終わり。
発売日までワクワクで待つか、うん、体験版いっぱい遊んで、うん、お腹すいた、早く学食行こう、プリンちょうだいね。いや、なんてそんな、なんでそんなさ、大事なイベントスルーしてるんだ。リップモンスター。はい、ということで、じゃあ、これ先行体験版だけど、これ、なんか普通の体験版とかあんのかな？またさ、この先を、ね、見るみたいな機会があるんでしょうかね。まあ、とりあえず、今回は、ここで終わりにしようかなと思います。はい、ということでね、体験版でございました。いやー、なるほどね。こういう感じでさ、なんかこうちょっとこう、うん、なんていうの、探偵パートというかさ、なんか逆転裁判じゃないけどさまあちょっとこう矛盾点をうまくこう引き出しながら、まあ、そこをついていくみたいな。うん、なるほどね。いや、こういうの面白いねこういう感じのギャルゲーいいね。まあでも、まあ毎回思うのは、なんでこんないい子たちがいるのに、そんなさ、最強イベント逃してるんだっていうもう完全にお前がヘタレなだけじゃねえか、つみくんっていうね。うん、まあまあまあ、つみくんがまた鈍感ムーブをかまして、でね、ヒロインが頑張って、まあなんだろうな、ちょっとアプローチしてくるけど、おい、これはどういうことなんだってこう問い詰めていくことになるのかなはい、まあまあそういう感じのギャルゲーなんでしょうかね。まあでも面白いね、こういうのもね。ということで、じゃあ先行体験版今回で以上にしようかなと思います。まあ短いですけどね、結構楽しめました。ありがとうございました。バイバイ。